こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は大阪、愛知、岐阜連続リンチマル人事件の犯人である、小林正人、について解説していくぜ。この事件は4人の命が奪われた3つの事件の総称で、小林正人はこの事件の主犯格の3人のうちの1人なんだ。小林は当時19歳で、少年法で極刑になることはない、と高をくくっていたが、結果的には極刑判決を受けることとなってしまった。未成年でありながら極刑判決を受けたのね。一体どんな事件だったの？では今から、大阪、愛知、岐阜連続リンチマル人事件の詳細と、小林正人という男の生い立ち、極刑判決後の小林についても深く掘り下げていくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。大阪、愛知、岐阜連続リンチマル人事件は、大阪と愛知と岐阜の3カ所で発生した事件の総称なんだけど、まず最初に発生したのが大阪事件だ。小林はその3つの事件すべてに関与しているの？そうだ。当時同じ暴力団に所属していた19歳の小林と、同じく19歳の小森敦、18歳の羽賀正義、18歳の少年 A は、4人でつるんで少し悪そうな若者たちを見つけては、恐喝してお金を巻き上げていた。どうして少し悪そうな若者を狙っていたの？真面目な人の方が簡単に恐喝できるんじゃない？真面目そうな若者はすぐ警察に駆け込んで捜査されてしまうから避けていたんだ。そして次第に恐喝だけじゃ飽き足らなくなった4人は、ターゲットを工事業者に送り込んで、給料をピンハネする計画を立て始めるようになった。恐喝だと1回限りしかお金が手に入らないから、継続してお金が手に入る方法を考えたのね。恐喝より立ちが悪いわね。4人の中での力関係に違いはあったの？表向きのリーダーは先に暴力団に入っていた小森だったが、実質的にグループを引っ張っていたのは小林だった。そして4人がつるむようになって2週間が過ぎた頃に、1つ目の事件である大阪事件は起こった。どんな事件なの？1994年9月28日の午前3時頃、小林と羽賀は、大阪市の繁華街で26歳の男性2人とトラブルになった。小林と羽賀は男性たちを何度も殴って、暴力団の事務所の前まで連れて行ったが、男性2人のうち1人は自力で逃げ出したんだ。残った男性はどうなったの？残りの男性はそのまま小林たちに拉致されて、事務所に監禁されてしまった。そこから小森と少年 A も合流し、小林たちは男性を利用して、以前から考えていた給料ピンハネ計画を実行しようとした。男性をトランクス1枚にし、ベルトで身動き取れない状態にして、さらに声が出せないよう口の中に靴下を押し込んで、顔面にガムテープを巻きつけて拘束した。顔面にガムテープ、ひどいわね。そして工事業者に連絡を取ろうとしたが、工事業者に結局すべて断られてしまったんだ。計画がうまくいかなかったのね。じゃあ男性は解放されたの？いや、計画が思い通りにいかなかったことに腹を立てた4人は腹いせに、男性に殴る蹴るの暴行を加え始めた。計画通りにいかなかったんだし、男性はもう用済みじゃない？それなのにどうして解放しなかったのかしら。男性がかなりの傷を負ってもう使い物にならなかったことや、顔を見られたことから生きて返すわけにはいかないという結論に至ったんだ。ということは男性の命を奪うことにしたのね。4人の中で反対するメンバーはいなかったの？ああ。なぜならそこで反対することは、弱さを見せる、ことにつながるからだ。4人は仲間だったが、常に誰が一番凶暴か強さによって関係性が決まる状態だった。他の仲間に育児なしと馬鹿にされるからやめようなんて言えなかったのね。そして男性への暴行は19時間にもわたり、最終的には亡くなってしまった。しかも4人は男性を放置して近所の中華料理屋に行って食事をしたんだ。人はやめて食事に行ったの？信じられないわ。その後、4人は事務所にやってきた暴力団の先輩組員 B45 歳に事情を説明して、マルタイの処分方法を聞くと B は徳島出身だったこともあり、大阪から離れた四国の山中にマルタイを捨てれば、足はつかないだろう。と言われたのでマルタイを毛布でくるんで、4人で B の車のトランクに積み込んだ。そして小林と少年 A が車に乗ってフェリーで徳島に向かった。小林と少年 A だけ？小森と羽賀は？二人は事務所に残った。小林と少年 A は車を走らせて、最終的に人目がつきにくい高知県の山中で遺棄したんだ。そうなのね、男性のマルタイはいつ発見されたの？事件からおよそ2ヶ月後の1944年11月22日だ。発見時にはほぼ白骨化していて、重量はわずか 9.1 キロだったらしい。司法解剖の結果、生前に内臓破裂と鎖骨、肋骨を骨折していたことが分かった。暴行によってそんなに大怪我を負っていたのね。これが大阪事件の概要だ。そして大阪事件から3日後の1994年10月1日の午後7時頃、
小林と少年 A は大阪の路上で高校生3人を恐喝していた。高校生たちを喫茶店へと連れて行った小林は、俺はダムやマンションの屋上から人を落としたことがある。逃げたらマルス。財布を出せ。などと脅して、時価12万5千円相当のネックレスと、現金5万5千円、財布2個脅し取った。懲りずに恐喝を続けていたのね。さらに高校生3人のうち1人に、喧嘩を売った、などと因縁をつけて、暴力団事務所に連れて行くと、子守と羽賀が加わり殴る蹴るの暴行を加えた。高校生は命を奪われなかったの？ああ、無事解放された。その後、逃げた高校生たちが親に被害に遭ったことを警察に通報したため、翌日の1994年10月2日には、少年 A が強盗致傷容疑で逮捕されたんだ。じゃあ小林も逮捕されたの？恐喝事件の捜査のために小林の暴力団事務所に家宅捜索が入ったが、その時、小林と小森と羽賀は偶然外出していて、事務所にはいなかったから逮捕は免れた。警察に逮捕されずに済んだのね。でも警察の家宅捜索を知った小林たちは、事務所には戻らず3人で逃亡することにした。そして1994年10月4日に大阪を出て、まず小森の地元である大阪府松原市へ向かって、3人はパチンコ店に入ると、暴走族風の20歳の男性 C に目をつけて接触した。そこでも恐喝したの？いや、C は小林たちに、仲間に入れてほしい、と言ってきたんだ。運転手をやれ。俺たちに従うならタダで飯を食わせて給料もやるし、女も紹介する。と小森が話すと、そこからは C の車で4人で移動することとなった。え、人数が増えて4人になったのね。そこで4人はどこに向かったの？小林が、土地勘もあって知り合いもいる地元の愛知県がいい、と言い出し、最終的には愛知県に向かうこととなった。そしてここで次の事件が起きるんだ。次の事件は木曽川事件だ。4人で愛知県へ向かう途中、C が、女を紹介するという約束はどうなった？と聞いてきたため、小林がかつての仲間だった18歳の少女に電話をかけて、新〇〇パーティーをやろう、と誘った。すごい名前のパーティーね。少女もこの誘いに乗り、翌日1994年10月5日午後7時半頃、一行は少女の家に到着した。少女はさらに小林と面識があった19歳の少年と16歳の少女も誘い、合計7人で新〇〇の買い出しに行った。地元の仲間が3人加わったのね。そして1994年10月6日、7人は愛知県内のホテルに入って、午前3時40分頃から午後1時10分頃まで滞在。その後、場所を変えることにした一同は、別の仲間 D の家に行くことになった。そしてここでトラブルが発生する。一体何があったの？途中新〇〇が足りなくなったことから、D の友人で近くに住む22歳の男性 E にお使いを頼んだんだ。その後、E も合流したが、E はなぜか小林をたびたび睨みつけてきて、それに気づいた小林から掴みかかられると、刑事を呼んでもいいんだ。と言い放った。小林を睨むなんて何か恨みがあったのかしら。ああ。E は実は過去に交際していた女性を強引に小林に奪われた過去があって、小林のことをかなり恨んでいたんだ。そうなのね。でも睨みつけられて黙っている小林じゃないから、E の言葉に腹を立てて殴りかかった。さらに E が邪魔でテレビが見えないという理由で小森も暴行に加わり、最終的には羽賀やたの仲間も加わって、E をビール瓶やウイスキーのボトルで殴る集団リンチに発展してしまった。周りの人たちで止める人はいなかったの？周りは止めるどころか宅配ピザを頼んで食べたり、お酒を飲んだりして、E への集団リンチを見続けた。集団リンチをした小林たちもひどいけど、目の前で集団リンチが行われても止めない仲間たちも異常ね。数人で E を集団リンチしていると、D が、そろそろ父親が帰宅する、と告げた。その言葉を聞いた小林たちは、E を家から木曽川沿いの駐車場に連れて行った。D の父親にバレないように場所を移動したのね。そして午後11時頃、D の自宅から 7km ほど離れた木曽川沿いの緑地公園に移動した小林たちは、さらに暴行した。そこからまた場所を移動して、木曽川の堤防沿いの広場の駐車場でも暴行を続けた。ひどすぎるわ、ここでも止める人はいなかったの？一緒にいた18歳の少女は、やめて、本当に丸しちゃう、と止めたが、小林はこれを聞き入れなかった。そうして次第に動かなくなった E を見て、犯行を隠蔽するために、1994年10月7日の午前2時半頃、木曽川の河川敷まで運んでいったんだ。もしかして川に流そうとしたの？いや、河川敷は夏草が生い茂った状態で、なかなか川までたどり着くことができず、結局は諦めて E を木曽川河川敷の雑木林の中に放置して立ち去ったんだ。そうなのね。その時 E は亡くなっていたの？いや、その時はまだ息はあったらしい。生きている E をそのまま放置したのね。
だが7日後の1994年10月13日に、イーはマルタイで発見された。発見時、全身には打撲や火傷の跡があったが、白骨化が進んでいてマルインの特定は困難だったようだ。ひどすぎるわ。三つ目の事件は長良川事件だ。木曽川事件の後、小林、小森、羽賀と、他の仲間三人の計六人は、前日に泊まっていたホテルで一泊した後、1994年10月7日午後4時頃にチェックアウトした。その後はどこに行ったの？この時に大阪に帰る話も出たが、結局愛知県に残ることにして、1994年10月7日の午後8時頃、愛知県内のボーリング場に向かった。結局愛知県内に留まったのね。その後、午後9時45分頃にボーリング場を出ようとしていたところ、ちょうどボーリング場に入ってきた19歳から20歳の3人組の男性たちとすれ違い、俺らの方を見て笑った。と小林が因縁をつけると、男性たちは反抗的な態度を取ったため、小林たちが激怒した。ここでもトラブルになったのね。すれ違う人間みんなに因縁つけているような感じね。そして男性たちを駐車場付近まで連れ出して、暴行して現金1万1000円を奪うと、男性3人が乗ってきた車の鍵を奪って、小林たちが乗ってきた車と2台で男性たちを拉致したんだ。男性たちは拉致されてどこに連れて行かれたの？岐阜県の長良川河川敷だ。人通りがないと思ってここを選んだがカップルが多かったことから、場所を移動して長良川の堤防に行くことにした。そこまで人目を避けてたってことは、今回も命を奪うつもりだったの？小森と羽賀は暴行して金銭を巻き上げたら男性たちを解放するつもりだったが、小林は逃がせば通報されて逮捕されると考えて、男性たちの命を奪おうと小森と羽賀に提案したんだ。それで車で連れ去ったのね。長良川の堤防に到着すると、拉致した一人を運転手として利用したいと考えた小林たちは、残りの二人を外に連れ出して小林と羽賀で暴行を加えたんだ。一緒にいた仲間は小林や羽賀のあまりのひどさに止めようとしたが、お前もやられたいのか、と言い出したため、仲間はそれ以上は止められなかったらしい。小林と羽賀はもう人の命を奪うことなんかなんとも思わなくなっていたのね。おそらくそうだろうな。小林は止めてきた仲間でさえも、警察に通報されるかもしれないから後でマルス、一人も100人マルスのも同じだ、と話していたらしい。仲間でも容赦ないのね、恐ろしいわ。それで外に連れて行かれた男性二人はどうなったの？一人はタバコの火を押し付けられても身動きしない状態で、もう一人もうめき声を上げるのみで、ほとんど動けない状態になっていたから。二人の状態を確認した小林たちはその場を立ち去った。男性たちは置いていかれたのね。その後、どうなったのかしら。翌日の1994年10月8日の午前6時15分頃、車の整備をするために一台のトラックが現場近くの路肩に停車した時に、頭から血を流して倒れている男性二人のマルタイを発見して110番通報した。結局男性二人とも亡くなってしまったのね。通報を受けた捜査官は現場に多くの足跡が残されていたことから、複数人による集団暴行だと断定した。男性二人のマルタイが発見された1994年10月8日の午後2時頃、小林たちは愛知県に戻っていたが、小林が小森と羽賀にここで別れる、と提案した。今までずっと行動を共にしていたのに、ここで別行動をすると言い出したの？ああ、最初小森と羽賀は、残った男性の身柄を俺たちに押し付けるのか。と憤慨したが、小林がそれなら俺もやる、と男性の頭を鉄パイプで殴りつけてきたので、小森と羽賀は、男性の身柄を自分たちが引き取ることを告げて小林と別れた。小林は人の命を奪うことに何の躊躇もない様子ね。そうだな。仲間といる時も小林は、仲間をマルス、といった発言が増えていて、たびたび小森と羽賀と衝突していたらしい。だから最終的には男性たちが乗っていた車は小林が処分するということで、小森と羽賀は小林と別れて男性を乗せて大阪へ向かったんだ。小林の凶暴性に小森と羽賀もついていけなくなっていたのかもね。それで小森と羽賀に連れて行かれた男性はどうなったの？羽賀は男性を解放することに消極的だったが、最終的には納得して大阪の路上で男性を解放した。この時、小森は男性に帰りの交通費として4000円を渡している。男性は逃げることができたのね。よかったわ。解放された男性はもちろん警察に行ったのよね。ああ。すぐに警察に駆け込んで、見知らぬ相手とトラブルになって、空き地のような場所で襲われた。と証言して事件が捜査されることとなった。やっと事件が明るみになりそうね。男性は1994年10月10日の事情聴取で事件の詳細を話すと、その後、愛知県内で放置された男性たちの車が発見された。
そして車から当時愛知県警が強盗致傷容疑で指名手配していた小林の指紋が検出。警察は小林を含む不良少年グループ6人による犯行と断定し、指名手配されることとなったんだ。じゃあ犯人たちはすぐ逮捕されたの？まず1994年10月12日に小森が別の強盗事件で大阪府警に逮捕されて、翌日の10月13日に犯行グループのうち3人を事情聴取、その日のうち2人が逮捕された。さらに2人が木曽川事件の件で実施してきて、供述通り木曽川事件の被害者の遺体が発見された。犯行グループのうち2人は実施してきたのね。そうだな。実施してきた仲間の供述も踏まえて長良川事件の犯行グループは6人で、木曽川事件はさらに長良川事件に2人加えた8人が関与していると判明したため、愛知県警と岐阜県警は共同捜査本部を設置して捜査することとなった。これで犯行グループの半分以上は逮捕されたってことよね。小林はその時点でまだ逮捕されてなかったの？そうだな。小林は3つの事件で計4人の丸人容疑で指名手配されていたが、同じ暴力団に所属していた小森や羽賀が近畿地方で暮らしていたことから、小林も関西方面に潜伏している可能性もあるとして、関西地方に捜査員が派遣された。そうなのね。でも小林は愛知で小森たちと別れてたわよね？ああ。小林は事件が発覚した後も地元の愛知県内に潜伏して、仲間や少年院時代の知人を転々としていた。でも1994年10月13日の午後9時過ぎ、仲間と恐喝をして車を奪った時、現場を目撃していた人が110番通報したんだ。逃亡中も罪を重ねていたのね。通報を受けたパトカーは、小林が盗んで運転していた車を追跡して、約3時間後に小林は車を街路樹に衝突。その後も逃走を続けていたが、知人に説得されて、1994年10月14日の深夜に警察に出頭した。最終的には実施したのね。小林はその日のうちに木曽川事件の丸人容疑で逮捕されて、11月4日には長良川事件でも再逮捕された。大阪事件については？大阪事件は小林が事情聴取で、大阪市内でも男性を丸買いして高知県内に捨てた、と自供したことで、1994年11月23日の午後7時過ぎ、裸で布団に巻かれた被害者の丸体が発見された。これにより小林と小森は1994年12月5日、大阪事件の丸人、丸体遺棄容疑で再逮捕された。これで小林は3つの事件で逮捕されたわね。そういえば羽賀は？羽賀は最後まで逃亡していたが、1995年1月18日、和歌山県内のホテルで女性といるところを大阪府警に取り押さえられて逮捕。羽賀は1995年2月9日に長良川事件で、3月3日に木曽川事件の丸人容疑で再逮捕されているぜ。これで3つの事件に関与していた全員が逮捕されることとなった。最後には全員が逮捕されてよかった。それにしてもこんな凶悪な事件を起こすなんて、小林ってどんな家庭環境で育ったの？普通の生い立ちじゃなさそうだけど。では次に小林の生い立ちについて紹介していくぜ。小林正人は1975年3月19日、愛知県一宮市で生まれて、母親は高齢出産だったため出産直後に亡くなっている。じゃあ父子家庭で育ったの？いや、父親は一人で育てる自信がなかったから弟夫婦に小林を養子に出したんだ。だから小林はおじ夫婦の子供として生きていくこととなった。育ての母親には弟が4人いて、そのうち3人が暴力団組員という環境だった。身近に暴力団組員がいる環境で育ったのね。そうだな。さらに養子となった直後、育ての父親は事業が失敗して破産。家庭は貧しくなっていったのもあって、小林は幼い頃から窃盗を繰り返したり、小学生になると喫煙するなど非行も目立っていった。幼い頃から窃盗をして小学生で喫煙？すごい幼少期ね。そんな少年だったから、小学3年生の時に身に覚えのない窃盗の罪を着せられて、警察に捕まったこともあったんだ。これが小林の強いトラウマとなり、それ以降非行はさらにエスカレートしていった。育ての両親はどんな人たちだったの？育ての母親は小林に丸対応していた。それが原因で小林は中学2年生の頃に家出をして、児童相談所で一時保護されることとなった。そうなのね。小林はその後、中学2年生の終わりから県立教護院の愛知学園に入所して、中学卒業まで過ごした。教護院って？教護院は不良行為をした児童または不良行為をする恐れのある児童、家庭環境などの理由で生活指導を要する児童が入所する児童福祉施設だ。1998年以降は、児童自立支援施設、と名前は変わったが、行っていることは同じだぜ。具体的に教護院では何をするの？適切な生活と教育ができる環境を与えて問題行動を改善するために、児
児童自立支援施設の専門員や、児童生活支援員による生活指導、教諭による学校教育を中心に支援活動を行う。まともな生活をさせてちゃんと勉強させるのね。教護員の記録によると、小林は中学2年生の時点で、精神年齢が小学生の中学年程度しかなく、協調性に欠けて弱気な子供で、特に成人男性の前では萎縮してしまう性格だったらしい。職員に対しても男女での反応差が大きく、両親の養育のアンバランスさを感じさせると記録されていた。育ての母親だけじゃなくて、育ての父親からも丸対を受けてた可能性もあるわね。教護院での素行はどうだったの？教護院での生活は比較的落ち着いていたんだけど、中学卒業と同時に教護院を卒園した後は再び非行の道へ走ってしまった。そうなのね、中学卒業後は高校に進学したの？いや、高校には行かずに愛知県稲沢市内の会社に就職した。でもわずか1ヶ月で退職してしまって、その後は定職に就かず不良仲間とつるむ毎日だった。ここから小林の素行がさらに悪化していくんだ。小林はこの事件の前にも前科があって、1991年8月に窃盗と道路交通法違反で逮捕されて、少年院に1年4ヶ月入っている。少年院に入っていたのね。少年院は1991年12月に仮退院して、その後は塗装店やガソリンスタンドなどで働いたが、1992年9月に再び窃盗、住居侵入などの罪で逮捕され、少年院送りとなり、1994年2月までの1年5ヶ月を少年院で過ごした。二度目の退院後はどうしたの？片枠大工として働いていたが、これも長続きせず、次第に少年院時代の仲間のつてで暴力団事務所に出入りするようになっていって、1994年7月以降は家で中学生を連れて歩いて、道行く人に恐喝をして金を手に入れていた。その頃から恐喝の常習者だったのね。小林は当時十数人の遊び仲間のリーダー的存在で愛知県の各警察署がマークしている人物だったらしい。その後、小林は愛知県のパチンコ店で知り合った22歳の会社員に対する強盗致傷容疑で指名手配されていて、逃亡していた大阪市内のパチンコ店にいた時に小森と出会ったんだ。そして小森と同じ暴力団に所属することになったのね。そんな小林正人の初公判は1995年5月27日から始まり、6月8日には小森の初公判も始まった。そして1995年6月26日には、小林、小森、羽賀の3人が揃った初公判が開かれた。一つの裁判で3人の容疑者が裁かれたの？珍しいわね。それで3人は裁判でどんな主張をしたの？自分以外の人間が最初に殴った。といった感じで、3人とも首謀者は自分ではないと罪をなすりつけ合った。裁判になっても自らの罪を認めなかったのね。ああ。でも1995年8月21日の第2回公判では、木曽川事件と長良川事件について3人は暴行をしたことは認めたが、丸井については否定した。3人の弁護人も丸井について争うことと、事件の特殊性や少年法などから、精神鑑定などを含めて多角的な情状を訴える方針を取った。あれだけひどいことをしておいてそれは通用しないわよ。1995年9月6日の第3回公判では、木曽川事件の審理が行われて、長良川事件の被害者遺族が傍聴した。小林たちはこの時傍聴席にいた遺族を睨みつけたり、傍聴席にいた知人に笑いかけるなど、全く反省している様子は見られなかった。どうしてこんなに余裕な態度だったのかしら？もう自暴自棄になってたの？いや、裁判が始まった当初は、少年法が自分たちを守ってくれるから極刑にはならない、と考えていたんだ。当時の少年法では20歳未満の少年犯罪では少年法が適用されて、極刑相当の罪であれば無期刑とすること、と規定に定められていた。じゃあどんなに重大な犯罪を犯しても極刑にはならないってこと？そういうわけではない。1968年の長山則夫連続車丸事件、1992年の市川一家4人丸害事件では未成年者が極刑判決を受けている。この事件の前にも少年犯罪で極刑となった事件が2件あるのね。でも数十年で2件ってことは、成人犯罪よりも極刑になる確率はかなり低いわよね。ああ、だから小林たちもどんなにひどいことをしても大丈夫だろうと高をくくっていたんだ。それであんな非常識な態度をとっていたのね。その後、徐々に3人の主張が食い違ってきて、小森が1997年8月25日の公判で単独での審理を希望した。それが認められて以降は小森は単独での審理となった。木曽川事件と長良川事件の共謀と丸井を否定してきた小林たちだったが、第54回公判で羽賀が、第55回公判で小森が共謀、丸井を認めた。小森と羽賀は主張を変えてきたのね。
そうだな。特に一番の兄貴分とされた小森は、後半途中から全ての事件について全面的に容疑を認めて、恥ずかしいほど無知だった。本当に申し訳なく思う。自分は極刑になっても仕方ない。と反省の言葉を繰り返すようになった。小森は反省してるようね。小林は？小林は引き続き否認を続けた。ただ、当初は強気の態度で臨んでいた小林も、キリスト教徒の説話を受けたことで態度が変化したんだ。最終弁論の頃には、生きて償いたい。キリスト教の洗礼を受ける。など発言していた。そうなのね、意外だわ。そう思うのも無理はない。被害者遺族も、反省の態度は原型を勝ち取るため、と信じなかったからな。裁判での態度を見てたら遺族の気持ちも理解できるわ。それで裁判はどうなったの？2000年12月27日の求刑公判で検察側は、3人が事件で果たした役割はどれも変わりなく刑事責任は同等。3人の反社会性は極めて顕著で強制は不可能。少年という理由で刑事責任を軽減することはできない。として3人全員に極刑を求刑した。未成年3人に極刑を求刑したのね。対する弁護側は極刑回避を求めて、小林も、大切な命を奪いながら生かしてほしいというのは虫が良すぎるが、それでも生きたい気持ちを隠せない。刑務所で働き、慰謝料を遺族に送りたい。と話して、小森と羽賀も同様に反省と謝罪の言葉を述べた。そうは言ってもどうせ極刑は免れると思ってたんでしょ？で、判決は？2001年7月9日に行われた判決公判で、小林には極刑が言い渡され、小森と羽賀は無期懲役となった。小林は他の二人とは刑の重さが変わる判決となったのね。そういえば他に逮捕された人たちはどんな判決なの？大阪事件で逮捕された少年 A は、懲役4年から8年の不定期刑。暴力団組員の B は、懲役1年8ヶ月の実刑判決。長良川事件と木曽川事件に関与した8人は、それぞれ少年院送致や不定期刑、執行猶予付きの有罪判決を受けているぜ。他の人たちはそれほど重い罪とはならなかったのね。小林と小森と羽賀の3人はこの判決が不服として控訴して、2005年10月14日から控訴審裁判が行われた。控訴審で検察側は3人に極刑が求刑されたが、判決では検察の求刑通り、3人全員に極刑が言い渡されたんだ。一審で無期懲役だった小森と羽賀も二審で極刑となってしまったの？ああ。この判決を聞いて3人は慌てて、反省している。生きて罪を償いたい。と訴え始めた。極刑になってからそんなことを言い出すなんて、極刑逃れの言い訳にしか聞こえないわ。ああ。裁判でも減刑目的の発言としか捉えられなかった。そしてこの判決も不服とした3人の弁護側は控訴したが、判決が覆ることはなかった。3人の弁護側はさらに判決を不服として上告したが、棄却されてしまい2011年4月1日、ついに3人の極刑が確定した。この判決は犯罪史上初めて一つの事件で同時に3人が極刑が下されたことで、大きな話題となったんだ。事件から10年以上経ってやっと刑が確定したのね。ああ。でも小林は刑の確定した後も再審請求を出したが棄却されてしまい、2016年12月に2度目の再審請求を行った。刑が確定した後も再審請求を出しているのね。そうだな。ちなみに拘置所の関係者は小林について、事件直後は社会への敵意をむき出しにして、面会に来る弁護士にも警戒していたが、拘置所内で宗教教会を受けて、弁護士、特殊化、業界士たちと交流を続けるうちに徐々に成長して、内政を深めてきている。と2008年に証言している。少しは気持ちの変化が出てきたのかしら。でもそうは言っても刑が確定した後も小林は再審請求をしてるんでしょ？本当に反省しているかどうかは、疑問だわ、信じられないよ。小林は裁判中に国を相手に何件か民事訴訟を起こしているんだ。民事訴訟ってどんな内容？秘密で面会する利益を侵害した、というものだ。秘密で面会って誰と？小林を弁護していた弁護士だ。小林と弁護士は2011年9月から2014年6月にかけ、再審請求と民事訴訟の打ち合わせを行った際に、職員が立ち会わないよう求めたが、その訴えは認められなかった。小林の弁護側はこのことを、職員の立ち会わない面会を拘置所が拒んだのは違法だ。として、630万円の損害賠償を国に求める訴えを起こしたんだ。そんな権利があるの？ああ。一般の人が面会する場合は、面会時に職員の立ち会いが必要なんだけど、
弁護士との面会の場合は、秘密保障のために職員が立ち会わないよう求めることができるんだ。そうだったのね。でも拘置所は丸慶州が拘置所の秩序を乱したり、動揺する恐れがあると判断すれば秘密面会を拒否できる。だから今回のケースがそれに当たるかどうかが争点となった。それで結果は ?2016 年2月23日の裁判で裁判長は、今回はその恐れはなく、拘置所側の対応は裁量の範囲を逸脱している。と指摘して最終的に国に60万円の支払いを命じる判決が下った。また小林は他の弁護人との面会についても、拘置所職員の立ち会いは違法だ、と主張して、国に対して約672万円の損害賠償を求める訴えを起こした。一回目の勝訴に味を占めて、別の弁護士との面会についても裁判を起こした感じね。同じような内容だし、これも小林の主張が認められたの？最終的に32回の面会のうち6回は国に賠償責任があるとし、30万円以上の賠償金を勝ち取った。小林は全部で90万円を勝ち取ったの。こんな凶悪犯が勝訴するのは少し納得いかないけど。磯川事件の被害者の母親は、犯人たちには厳しい処罰を与えてほしい。できれば極刑ではなく、無期懲役で一生苦しんでほしい、と話した。できるだけ長い時間をかけて罪の重さを実感してほしいという思いなのね。ただ、磯川事件の遺族は小森から謝罪の手紙を受け取ったり、弁護士の勧めもあって小森と面会もしているんだ。小森と？それでどんな会話をしているの？当初、小森が謝罪の言葉を述べた時に被害者の弟は、誰か止める者はいなかったのか、と激しく問い詰めたが、謝り続ける小森に対して最後に弟は、希望を持って生き続けろ。そうすれば兄の分だけ、お前を10発殴ってやる。と言ったんだ。母親も、出てきたら息子に線香をあげてほしい。反省して生き続けてほしい。と語りかけたんだ。小森が憎くて仕方ないはずなのに、小森の謝罪が遺族に通じたのかもね。一方でネット上やマスコミの心ない声に苦しんだ遺族もいた。心ない声って？マスコミから過剰な取材を受けたり、誤った情報を報じられたり、まだ娘もいるんだから早く忘れなさい、と言われた遺族もいたらしい。悪意がないにしても失礼なことを言う人がいるのね。そういえばもう小林たちの刑は執行されたの？いや、まだ小林は東京拘置所に小森と羽川名古屋拘置所に収監されているぜ。三人ともまだ刑が執行されてないのね。小林は2011年に衆議院議員からのアンケートで、こちらの主張に真剣に向き合って判断してくれる裁判官に出会えるまで戦い続ける。ほとんどは態度や口の礼儀をわきまえないダメな職員だ。自分は動物園の猿ではない。と再審を諦めていない様子だった。反省している様子を見せる小森とは違って、小林は反省の様子が見えないわね。ということで今回は、大阪、愛知、岐阜連続リンチ丸人事件の犯人、小林正人、について解説してきたぜ。小林と同じく小森と羽賀も極刑判決を受けているけど、小林は他の二人よりも命というものをすごく軽く考えている感じがして、恐ろしい男だと思ったわ。唯一一審で極刑判決を受けているからな。みんなは小林正人についてどう思った？みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。